どうぞ、はい、そしたらじゃあ、アメリカ行きましょうか、WHO 正式脱退、こちらの方に、はい、ではまいりましょう、はい、この話題に今度は、ね、うん、海外の話題ですが、あ、移りましょう、アメリカ WHO 脱退を正式通告という、続いて深入りまいりましょう、うん、共同通信によりますと、アメリカのトランプ政権は WHO から来年7月6日付で脱退すると国連に正式に通告しました、うん、これは政権高官が7日明らかにした、ということで、トランプ大統領が5月下旬新型コロナウイルスをめぐる対応が中国寄りだと主張し、WHO からの脱退を宣言していました。新型コロナの世界的感染拡大の収束が見通せない中、国際社会から強い批判を浴びそうです。アメリカは1948年に WHO に加盟、最大の資金拠出国となっており、脱退による活動への影響が懸念されています。国連は7月6日に通告を受け、脱退条件を満たしているかどうか確認作業に入ったとしていますとなっておりますが、脱退出さなければいいんでしょう。そうですね、で脱退条件というのかね、これはですね、WHO って言うんですけども、ダブルなんですよ、はい、これはつまり国連に対する不満と、それから中国に対する不満ってダブルできてるわけですよ。もともと国連が大嫌いなんで、特にアメリカの保守系はね、国家主権をなんでそんな国際機能しない国際機関に譲らないとダメだって、はい、みんな言うもん、私もそう思います、あそこあまりちゃんと機能しない団体ですからね、それとやっぱり中国がそれを悪用しているわけですよね、はい、15の団体 のそういう WHO みたいな団体があるうち5つをそれを中国が支配している、牛耳っているわけですよね、はいはい、特に困るのはハイテックのやつはね、はいはい、それでファーウェイとかが非常に潤ったりして、はいはい、だからそういう中国のその動きっていうのを牽制するためにもこれをやるわけですよね、はい、でも来年の4月だからって言って7月です7月ですよね、はい、だから1年後でしょ、だから選挙終わってからですから、はい、バイデンになればこれはおそらく覆されます、脱退しないでしょ、うん、バイデンもなんか脱退しないって言ってるらしいですね、うん、でしょ、はい、うん、バイデンはだから国際協調主義なんですか、バイデンは、うん、バイデンはバイデンは自分で何もできないから国際機関に譲りたいだけですよね。なるほどね。あの人ダメな、バイデンのいろんな特徴があるんです。もうすぐバイデンに話が行ってしまったんだけど、バイデンは国際問題 に対して、はい、今まで間違えなかったことがないですね。ああ、必ず間違ってきた。すべて間違ってきたんです。間違えなかったことがない。ない。逆進。ないです。逆進ってことですか。そうです。はい、もう毎回毎回間違ってきた。下手を打ちまくった。そうですか。はい。はい。もうやばいですね。やばいです。やばいです。だからこの人が外交をやってもらったら困ると思うんですけどね。